今回は農協を定年退職することになった方を接待して長野県の下城村、阿南町、愛知県の豊根村を案内してきました。まずは下城村ですけれども道の駅がありましてそばの城があります。この場所の動画は2018年の1月に出してありますのでさらっと説明しますと下城村で有名な人物でいえば ええと、芸能人の峰ね太さんの出身地です。こちらのそばの城の中にはお土産屋と食事をする場所がありまして、この後温泉へ行ったり、どこかへドライブに行くとき、場所的に非常にありがたい場所にこの城があります。この日はまだ、えー、3月で寒かったのでアイスクリームは食べませんでしたけれども、夏に来るときっていうのはここおすすめですね。 次は、長野県阿南町の道の駅、新州2位の仙石平です。この場所だけすごく平らなところなんですけれども、水が豊富で、まあ仙石っていう名前がついているぐらいお米が採れた場所だと思うんですけれども、どうしてこの山奥にこんな平らなところがあるのかっていうのは、誰かご存知の方、書き込み欄に書いて教えてください。 この道の駅の道の反対側に何か作っている様子でしたので、また何か建物ができるんでしょうね。こんなに山奥なのに、なぜかここだけ発展しているんでびっくりします。この施設にもお土産屋さんがありまして、そして食べるところもあります。さらに道の出るところにでっかいモニュメントがあるんですけれども、これは私はあんまり詳しくは知りませんけれども、阿南町の新野といえば、 有名なお祭りがあるらしいんですよね。まだ私は一回も見たことないので、撮影もできてないんですけれども、まあ、機会があったら撮影したいと思っています。次は愛知県へ入りまして、豊根村の緑湖へ行ってきました。この豊根村は、長野県と静岡県に接する村でして、愛知県の中でも最も人口の少ない自治体ということですね。 この緑湖は途中で通行止めになっている部分があって、ダム公園の方まで行けなかったんですけれども、まず橋の上から緑湖や周辺を撮影しました。この豊根村の緑湖の周辺に何らかの木があるなぁとは思ってたんですけれども、検索しましたら桜らしいです。 そして、いつ頃なのかっていうのはちょっと現地の人じゃないとわからないんですけれども、去年の2023年の時には、えー、3月の27日からそういう祭りみたいなのをやってるみたいでしたので、えー、ちょうどいい時期なんじゃないでしょうか。ただ今年寒かったりする時もありますんで、どうなってるかっていうのはわかりません。そして最終的に、この鎌津滝という場所がありまして、そこを撮影して帰ってきました。 YouTuber 風大和チャンネル